真っ黒、すっげえ真っ黒。これが本当のシーズニングだった。今までの私のシーズニングは間違ってたことになりますね。と塗ると、おお、火がついちゃった。すごいことになってます。あそこね、黒光りしてますよ。なんか今までなかった状況が、黒は黒でもね、黒い塗装したみたいな黒になってますね。黒い塗装をしたような感じ。皆さんこんにちは、サルです。今日はですね、鉄板のシーズニングについて少し気になったことを確認したいなと思いました。視聴者の方からご質問いただいたんですけど、シーズニングって本当に必要なのかっていうこととか、シーズニングの油ならしっていうのがどの程度の効果があるのかとか、シーズニングにはおそらく調理のために必要な要素と鉄板の錆止めのために必要な要素とそれぞれ違ってるとは思うんですけど、今回はね、調理のためではなくて、その鉄板の錆止め、鉄板を長く使うために錆びさせないようにするという点においての検証となります。よければ最後までご覧ください。じゃあこちらですね、実験に使うのはダイソーのミニ鉄板。結構ね、分厚いやつになります。はい、油がついてるのでね、まずこれはね、食器用洗剤で洗っていきたいと思います。洗ってきました。はい、こんな風にね、右半分ね、こちらのリフターを差し込まない方は油を塗ってみようと思います。でこちらはあえて油を塗らないでおこうと思います。焼きはね、両方入れたいと思いますので、今からまず焼いていこうと思います。もう焼きが完全に終わったので、今からこの右半分、カメラから見たら左半分かなの方に、油を塗っていきたいと思います。今回食用油を塗ります。ちょっとこんな風にね、簡単にね、塗るものを作ったので、これで薄く塗っていきたいと思います。はい、あくまでもね、リフターを使わない方ですねに油を塗るということにしたいと思います。なるべくね、この綺麗に半分だけ塗りたいので、こういうちょっと塗るためのものをね作ったんですけど、割り箸に歯切れを結びつけただけです。こんな感じですね。はい、こんな感じですね。はい、ということで1回目の油塗りはこのぐらいにします。焼いて塗った油をね、飛ばしていきますね。なんで油が乾いたらちょっと塗ると、おお、火がついちゃった。ちょっと油が多いと火がついちゃいますね、やっぱり。火がついちゃうちょっと無理か、やっぱり火を消してからやらないと無理ですね。今ね、3回目の油を塗ったばかりです。でまた油を今飛ばしてます。はい、では4回目油塗ったので、また焼いていきます。ではね、8回目今塗ったところです。油をここから油を飛ばしていきます。はい、9回目をね塗り終わりました。ここからまた燃やしていきます。はい、今ね10回、焼きました。半分は油を塗って半分は焼いただけです。油は一切塗ってないです。もう色がね白と黒、もう全く違います。ほんと白と黒といっても大げさじゃないぐらいはっきりと色が分かれてます。で、私が正しければ11回目、塗ります。こうですね、見えますかね、ちょっと見にくいと思いますけども、今外は真っ暗なんで私の工作室の中だけはね、照明があるんで明るいんですけど、外は真っ暗です。なんかすごいことになってます。あそこね黒光りしてますよ。なんか今までなかった状況が出現してますよ。なんでしょうね、これもしかしてポリマーなんですかね。これすごい状態ですよ。見えます？わかんないですよね。このところねちょっと見えにくいんですけどね。うん、なんかねちょっと今までと感じが変わってきましたよ。これ黒は黒でもね、なんかね黒い塗装したみたいな黒になってますね。黒いペンキでね塗ったみたいな感じですよ。何なんだろうこれ、ちょっとすごいことになってます。今まで見たことがない。これなんかホームセンターで黒い鉄板を買うとこんな感じですねっていうような見栄えにね変わってきました。10回、まあ、11回かもしれませんけどやって初めてねそんな状態になりましたね。これもしかしてこれが本当のシーズニングかななんかそんな気がしてきましたね。わかりますこれ。なんかね黒い塗装してるような感じですよもう、うん、単なる油ならしをしたから黒いというよりも黒い塗装をしたような感じですね。すごいですよこれ。これが本当のシーズニングだったら今までの私のシーズニングは間違ってたことになりますね。うわー真っ黒、すっげえ真っ黒。なんか今までの黒さとその黒さの加減が全然違います。もしかしてこれが本当のシーズニングかな、なんかそんな気がしてきました。はい、ということでね、右半分は油を12回ぐらい塗って燃やしました。左は全く塗ってません。これぐらいね色がもう違ってます。白と黒です。もう全然違います。はい、こんな感じです。すごいですね。これが本当のシーズニングかもしれません。で、裏面。左がね、ちょっと油が多分垂れちゃって、濡れた状態になっちゃったんですけど、一部全くね、塗ってないところはもともとあんな色です。で、ここは1回だけね、多分油が流れて、かぶっちゃいました。っていう感じです。はい、じゃあこの状態でね、ちょっとしばらく放置をしてみて、錆びる錆びないのねちょっと具合をね見てみたいなと思っています。ご視聴いただきありがとうございました。この動画ね面白いなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。結果はねまた改めてご報告します。